今日は本当に寒いので薄手のダウンを着ました。行ってきます。今日はまたまた贅沢なものを食べてしまいました。今週だけはちょっとどうかしてるんです。今日はとっても久しぶりに会うメンバーで、前々からランチを食べる予約をしていたんです。ホテルの中の中華料理のランチということで、今日は雨が降っていたので長靴を履いて行ったんですけれども、お店に到着するちょっと前に、あら、長靴を履いてきちゃって入り口で止められたらどうしようと頭をよぎりました。ドレスコードがあるお店だったらどうしようって思ったんですね。でも何にも言われず大丈夫でした。いろんな食べ物が出てきて、天津は食べ放題なんですけれども、もうここにあるもの一通りを食べるだけでお腹がいっぱいでした。デザートまであって大満足の贅沢ランチ、またいつか来ることができたらいいなと思いました。そしてお店を出た一行は、まだちょっと時間があったのでお茶をしようかなんて言って、同じ建物の中でコーヒーが飲めるようなお店に入りました。じゃあ何頼むなんて言ってメニューを見たら、なんとなんとコーヒー一杯が1400円と書いてあって、みんなでびっくりしたんですけれども、友達の一人がこの1400円というお金はこの場所に払っているんだよって言って、なるほどなと思いました。とっても贅沢な空間でした。びっくりしたことを含め、めったにできない貴重な体験でした。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。